日もね、うん、控え室ね、うんうん、ちょっとそうそう打ち合わせしつつお話ししたんだけど、うん、まーやさんは何年経ってもまーやさんですね、うん、なんだっけ いじってくるんですもんだって。いや、ほんとだってさ、なんでさ、あのね、マリオシリーズの魔王クッパのことをさ、うんうん、キングドラゴンっていうの。いや、どう、でもこう、見た目の雰囲気はキング感があって緑だったし、ドラゴンだけどクッパ出てこなかったんよ。いや、でもそれにしてもさ、後ろの甲羅の方をちょっとさ、見て考えませんか。ドラゴンは甲羅背負ってないから。そうか、そうあるのよな。もうね、今日マジで面白い。もう前さん今日晴れだから絶好調なんだね。台風通り過ぎたから。だって太陽パワーをね、みんな聞いて、このおなじみのさ、ポーズあるじゃないですか。あるね、みんな知ってると思うんですけど、腕を広げてそうやつ、ね、あのこれでね、寿司屋って言ったの。いや、じゃあ、いや、もうちょっと大体合ってる、大体もうちょっと特定してよ。特定の店のポーズ、それ。特定の店がやるやつ。そう、寿司屋講義のことじゃないのよ。社長の顔は出てたんだって。社長は分かった。これやるってことは残米だってことは分かるだろ。だけどなんか、なんで出ないんだよ残米が。あの寿司屋って。でもみんな気づいてくれるから、私クイズ出してるみたいなもんですから。楽しいでしょ、楽しくなってるって。楽しいけど、よかった、ほら楽しいけどね、いつかね、なんか、内田真彩マニアの人が内田真彩のクイズを集めたクイズ本を出してくれることを私は望んでる。もう、いや、そんなつもりはないんですけどね。おかしな話ですね。はい。